転生少女はまず一歩から始めたい魔物がいるとか聞いてない、星さん。毎日特も言えぬ倦怠感と頭痛に悩まされていた主人公の人族のメスだが偶然の家族のおかげでなんとか有給を使いながら自分のペースで仕事をすることに成功するがある時残業続きでガメをべらしてしまう。実は魔力がないと生きられない異世界の魂だったために起こった現象であり、異世界の女神によって異世界の山小屋に10歳の体で転生する。そこに住んでいるぶっきらぼうで火事が壊滅的な人族のメスの保護を受けながら火事と料理をしつついろいろな世界を見て回るための狩猟をするというシナリオ。この漫画がもんげー面白い部分は絵柄が可愛らしく綺麗で読みやすいという部分と、1話でどれだけ普通に生きるのに苦労した人族かという部分を説明してからの走れるということに感動するシーンの書き方がビモールとベネな表現をしています。次に転生先の山小屋には凶悪なモンスターが生息しているために魔法を習得しないと山小屋から出れないという設定なのですが、ここに出てくる鉱山狼が好きあらば食べようとする主人公とは敵対関係なのですが、ものすごい可愛らしく描けておりベネ狼やスライムたちは生態系に従って行動しているので、だから常に食べようとするけど獲物が見えていない時は動物園でライオンとかを観察する感じだからとてもキュートに欠けているので、とにかく内容も絵柄も料理の描写も全部が面白い、大変おすすめなアニメ化するであろう作品。